はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、32日目の朝になりました。はい。なんだかんだ、いろいろやってました。ここ掘ったりとかね、してたりとか。あとね、前回のこのトークをまた集めてきました。これね、めっちゃ集めてきました。250ぐらい。260集めてきました。で、おかげでね、このレベルがね、こう見てください。レベル振り切りました。レベル振り切っちゃいましたね。ボスがやっぱりね、経験値が高いんで、めっちゃ高かったんで、今ステージ456、レベル35、350で、振り切りましたね。これ以上レベル上がらないみたいです。はい。経験値取ってもね、もう周りのリングがいかないんで、多分上がらないんでしょう。はい。で、スキルポイントはもう元々振るのないって私言ってたと思うんですけど、まあ、390で溜まってますけど、これ以上もう振るところがないですね。うん。で、この辺はね、これ6かかってるんですけど、多分アップデートしたら反映されるのかな？開くんですかね？カミングスーンとか書いてあるんで、私はバージョン古いんでね、アップデートしたらこの辺解放されてるのかもしれないですね。うん、ちょっと興味があるんで、まあ、やってみるのもいいかなと思いますね。うん。アップデートね。はい。ということで、トークン拾ったんで、他のやつらもね、ちょっと取りに行きたいんですよ、私。作りに行きたいんですよね。よいしょ。そのためにね、わざわざトークン集めてたんで。でね、この、B バイクね。B バイク増えました。はい。予想通り。ここにあります。B バイク。B バイク増えましたね。うん。予想通りですね。まあ、増えるんじゃないか。あ、ちょっと待って。ガソリンないじゃん、これ。ガソリンがある状態で増えてほしかったな。よし。ということで。あとね、取ってないやつが何だろうね。まだ取ってな、使ったことないのがいくつかあると思うんですけど、その辺を今日はちょっとね、やってみたいですね。うん、まあ最終的にはギターも回収してみようかなと思いますけど。よいしょ。はい。この辺でしたね。また木が生えてくるんだね、ちゃんとね。あ、ここだ。あ、ずっと開けっぱなしだけど。よし、行きましょうか。はい、こんにちは。あとなんだろうね。もういっぱいあるんで全部取れると思うけど、これ持ってるでしょ？ハンドキャノン持ってないんだよね。ハンドキャノンって、ハンドキャノンに似たようなやつがあるんですけど、グレネード弾出すやつがね、これ出すやつ。40グレネード弾を発射するのがあるんですけど、一緒かな？名前はハンドキャノンじゃないんですよね。うん、まあこれ作りましょうか。持ってないんでね。で、プラズマオーガー、プラズマガン、レーザークロスボウも一応、もらってみますか。もらってみましょうか。ねえ。これがちょっとよくわからない。キャノンボール。ハンドキャノン用の弾薬、鍛冶屋で製作。ハンドキャノン用の弾薬だから、これは違うのかな？これはこれ出すわけじゃない、あ、これか。これ出すわけじゃないんですかね。これ作んなきゃいけないのかな？ 1 個で 1？ あ、1個で100なんだ。へえ、強いのかな。あ、すぐできた。あとなんだろう。あと伝説のブラッドアックス。まだいけるでしょ。伝説のブラッドアックスもいただきましょうか。これね。あとこれもよくわかんないんだけど、強化型ネイルガン。強化型、何が強化されてるのかよくわかんないんだけどね。まあこれも一応、せっかくなんで作りましょうか。はい。いっぱい作った。ギターも作るか。まだ余ってるでしょ。まだ余ってるよね。ギターも作るか。ギターも作りましょう。これで全部かな。これで全部見たかな。ハンドキャノンでしょ。あ、これで一応全部、この辺は弾だもんね。レーザーボルト。あ、これがあれか。これがクロスボウのやつか。200もできるんだ、一気に。あ、でも、あ、そっか、20。あ、もうなくなっちゃった。結構、15になっちゃった。あ、なるほどね。レーザーボルトでやるんだ。おー。弾薬はこれが20個いるのね。これ10だけどね。これちょっと余ってるから、これ作ろうか。5余った。5余りました。うん。よし。
じゃあちょっと試してみましょうか、今日も。知らない武器を試すのって楽しいよね、なんかね。で、これちょっと取っときましょう。回収。持ってるけど、そういえば。持ってるんだった。まず、なんだろうね。ギターやってみましょうか。あれ、持ってないじゃん。どこ行ったの？あ、持ってるか。ギター、エレキギターって強いの？そもそも。エレキギターって何するもんなの？ねえ。あ、強くない？ 32 って。32ってまあまあ強いよ。まあまあ強いよ。ギターだ。そういや、こういう持ってるのありましたね、ギターね。ギターじゃないか、エレキギターじゃなかったか、フォークギターか、あれ持ってたの。ねえ。この辺行ってみる？誰かいる？こんにちは。あ、ほら、あさった後か、ここ。あ、いるいるいる。あ、警官がいるわ。マジか。あ、痺れるの、これ。すごいね。スタンバトンみたい。痺れるんだ、これ。え、どうやったら痺れんの？どうやったら痺れんの？エレキギターだから痺れるんだ。エレキなんだ。そんなバカなっていう気もするけどね。そんなアホなっていう気もするけど。え、どうやったら痺れんの？え、痺れないじゃん。パワーアタック？パワーアタックだと痺れる？強いね、これ。強いな。へぇー。パワーアタックだと痺れるんですかね。このうちはせっかくだから漁るか。この辺は漁れないのか。漁れないんだ。漁れないみたい。漁れないみたいです。あー、下に行けるわ。下に行けるんだっけ、これ。あ、行くのか、下に。この辺誰かいないの？いるじゃん。あ、強攻撃だと痺れるんだね。強攻撃、どこ行くの、お前。強攻撃だと痺れんの？あ、そういうわけでもない。死んだ。ほー。じゃん。なるほどね。ああ、こうなってんだ。ああ。ああ、そうかそうかそうか。はいはい。ここぐるっと一周回れるんだよね、多分ね。なるほどね。じゃあちょっと違うのも試してみます？なんだっけ？もう一個なんか近接武器あったね。これだ。伝説のブラッドアックス。伝説のブラッドアックス。ああ、かっこいいね、なんかね。模様入ってるよ。あ、これはちょっとスタミナあんま使わないんじゃない？あ、でもスタミナこそ15か。ああ、使ってるけど、でも一瞬で回復するから、あれですね。ああ、強い。近接ダメージ58だって。へえ、強いね。これは強いよ。ちなみに、この人は？あ、45。あ、これより全然強いんだ。これ64だけどね。近接ダメージ。なぜか、ブラッドバードのピックアックスの近接ダメージが64っていう破格の数字になってますけど。あ、なるほどね。でもこれでも58、でも品質1だからモッドがつかないよね。これめちゃめちゃついてるからね、これね。めっちゃフル装備だからね。6個ついてるからね。5個か、5個ついてるからね。これはつかないから、これ以上の成長は、若干の成長しか見込めないかもしれないね。ちょっとなんか、ちょっと扱いづらいかもしれない。誰かいないの？ああ、走ってきた。ああ、なんか、ちょっと使いづらいな、これ。殴り方おかしくないか？殴り方おかしいような気がするな、なんか。歯のところでやってないよね、なんかね。横でやってんじゃん。横で殴ってるような気がする。こんにちは。あ、一周回ってきちゃった。あ、誰もいなかった。もうそれ以上。それ以上人いないの。嘘。もっといるような気がするけど、いないんだ。いないみたい。パワーアタック試してみたかったね。こっち行くか。あ、こっち上か。まあいいや。パワーアタックがどれぐらいのもんなのか。100超えてるからね。あ、生きるもん。あ、どっち？そっか。あー、なるほど。じゃ、いまいち、順路がめちゃくちゃになってるような気がするけど、気のせいかな。あ、飛ぶと、めっちゃ飛ぶね。めちゃめちゃ飛びますね。確かに飛ぶって書いてあったような気がするな。飛ぶって書いてあったような気はする、確かに。もういないの？まだいるっしょ。
え、もういないの？いるでしょ、まだ。あ、いないのか。あ、いたいたいた。飛んでみる？おじさん飛んでみる？飛ぶわ。確かに飛ぶわ。確かに飛ぶわ。あー、なるほどね。ふーんだけどね。ふーんっていう感じはするけどね。じゃん。走ってきて、ちょっともう。そうそう。じゃあ、お前、ダメだ。めっちゃ飛ぶな、確かに。めっちゃ飛ぶね。ああ、なるほどね。めっちゃと吹き飛ばしたい人向けかな、これね。うん、吹き飛ばしたい人にはちょうどいいかもしれない。吹き飛ばしたい人なんかいるのかどうかわからんけど。ねえ。なるほどね。ああ、これはこれででも、強いし面白いかもね。うん。これ、コストいくつだ？コストっていうか、何枚で買えたんだっけ？大して高くなかったような気がするんだ。50いってたかな？ねえ。よいしょ。すべてのゾンビ一撃なのか？すべてのゾンビ一撃ですか？なるほどね。いや、これはでも強いかも。これ普通に近接武器として相手叩かれた。普通に強いかもしれない、これ。これは普通に無双するわ、これは。これなら。全然。ねえ。全然無双しますわ、これなら。じゃあちょっと違うのも使ってみる？あとなんだっけ、取ったの。キャノンボールか。ハンドキャノンか。レーザークロスボウもちょっと使ってみようか。レーザークロスボウ。あ、かっこいい、なんか。かっこいいね。あ、早い。セット早いよ。セット早いよ。これ、スコープつくんじゃない？クロスボウってスコープつくよね。確かね。つかなかったっけ？ついたような気がする。4スコか。4スコ？あ、4スコつけてみるか。あ、違う違う、こっちか。これつくんじゃなかったっけ？つかなかったっけ？あ、つくよね。だよね。つくよね。一個しかつかないからね、モッドはね。カシャッ。もう引いた状態で待機なんだ、これ。ね、弓というか、弦というか、あれを。どっかいない？連射できればいいのにね、クロスボウってね。連射できないのが残念なんだよね。あ、屋上に行けってか。誰が出てきた？あ、誰もいないんだ。隣の家か。隣の建物か。こっちに行ったらいっぱい出てくるパターン？いっぱい出てくるんだったらちょっと違う武器のがいいような気もするけどな。あ、いっぱい来そうだね、なんかね。たくさん来そうな予感がするな。スニークでちょっと誰かいない？こっそり撃ちたいよね。クロスボウだからね。サイレントにこっそり撃ちたいところだけど、いないの？あ、いた。いたいたいた。いた。あ、遅い、やっぱり。クロスボウだから。あ、でも一撃で死んだね。頭狙ったら、あ、誰かいた。あ、鳥がいるわ。マジか。気づかれた。強いかも、でも。強いね。強いね。ほー。え、ちなみに遠距離ダメージとかなんぼなんですか？ 77 だ。まあまあ強いね。まあまあ強いよ、77だった。連射できなくて単発っていうことを考えると、あれですけど、どれぐらい飛ぶの、これ。あ、有効範囲わかんないね。あんまり飛ばないだろうね。弓だからね、結局ね。弾薬で発射してるわけじゃないからね。レーザーだけど。レーザー、原理がよくわからんけどね。発射物の速度は25って速いのかな？発射物の速度はが、あ、そうか。弓じゃないとわかんないのか、その辺は。なるほど。なるほど。
ただこう、なんか静かにやっていくんならいいんだろうね。カシャンって気づかれたけどね、今ね。でもね、カシャンっていう音で気づいたやついたけどね。まあ、あんな目の前で撃ったら気づくか。目の前で撃った、ああ、お宝だ。ああ、お宝あったわ。お宝ありました。敵いなかったね、全然ね。ちょっと開けてみますか。もうなんかね、ロックピック使わなくなったもん、なんか。ロックピック待ってるより、これでやった方が早いような気がする。安定して早いからね、これね。まあまあ、そんなもんだな。ろくなもんないよね。あ、これじゃないな。バトルアックス置いたら、あ、これこれ。ブラッドアックスでも別にいいんじゃない？ねえ。あ、ブロックダメージは、ブロックダメージはダメなんだ。大したことないんだ。あ、なるほどね。そういう意味じゃ、まあ、万能ではないってことか。ブロックダメージはないんだね。おっと、品質力だ。M60 の。やった。M60。使うかどうかは別にして。M60 の。あ、なんか、コンボの品質5だって。コンボいらないね、もうね。コンボの代わりにこのブラッドアックスじゃない。どこ行った？伝説の武器。え、これだっけ？あ、これだ。コンボの代わりにこれじゃない、もうね。これ40でしょ？これは32。全然強いで。これ58だからね。待って、これに、ウッドスプリッターでもつけとくか。斧だから64だって。まあ、もう強いね。来たよ。来たよ。これと変わんないじゃない。これと変わんないわ。64だから。おお。よっしゃ。よっしゃなのかどうか。わからんけど。OK。これ落ちる？落ちるよね。ねえ、だよね。下は多分、下事務所か。なるほど。ちょっとじゃあ、キャノンボールも。キャノンボールも撃ってみたかったけど、もう敵いなくなったのかな？敵いなくなったんですか？あ、いなくなったっぽいな。これ上がれる俺。上がれた。さすが。ジャンプ力すさまじい。あれ、どこ？あ、この真ん中か。真ん中にいたのか。あ、もう敵いないんだ。そうか、それ残念だね。あ、もう敵いないのか。もっといてほしかったな。もうちょっとどっか隣、前の家行ったような気がするんだ、ここ。ここ。ペテスパブ。ちょっと待って、あと何？だから、ハンドキャノンか。ハンドキャノン撃ってみたいよね、ちょっとね。ハンドキャノン。あ、ハンドキャノン？一発しか出ないの？一発しか出ない。一撃必殺ですわ。もう湧いてるかな、これ。湧いてる？あ、湧いてるね。湧いてる。汚染ゾンビ来た。来た、汚染ゾンビ。ちょっと待って。全然強くないんだけど。全然強くないじゃん、お前。あ、微妙だな、これ。強くないな、大して。あ、そして、一発しか出ないから。爆発するわけじゃないんだ。あー、爆発するわけじゃないんだね。これのが強いじゃん、じゃあ。お前どこ行くの？これのが強いじゃん。絶対これのが強いわ。ハンドキャノンより。ハンドキャノンより絶対こっちのが強いでしょ。あ、誰かいた。ねえ。全然こっちのが強いでしょ。そうか、ハンドキャノンいまいちだったね。あ、待って、グレン、ん？ハンドキャノン、あ、そうか、ハンドキャノンはハンドキャノンか。あの、グレネード出すやつもさ、一応なんか、多分拾ったやつがあるんだよね。ちょっとそれ、使ってみましょうか。それもね、ちょっと興味あったんだよね。よいしょ。ロケットランチャーとどう違うんだろうとかね。ロケットランチャーとグレネードの違い、ね。どっちが強力なのかな？ロケットランチャーの方がでも、なんか雰囲気的には強力強そうだけどね。はい、ただいま。またバイクあったりする？あ、あるね。はい、3台目。
3代目来ました。またある。あ、向こう向いてる。まあいいや。ね、ハンドキャノン出すやつ、ハンドキャノンじゃねえや。グレネード発射するのは、なんたら40、なんだっけな。持ってなかったっけ？持ってたような気がしたけどな。あ、これか。あ、違うな。こんな感じのやつだよね、多分ね。あれ、拾ったような気がしたけど、持ってないか。あ、持って、売っちゃったかな。売っちゃった可能性あるんだよね。結構ね、結構さばいたんだよね。あ、なさそうだね、なんかね。あ、ないな。売っ払っちまったか。なんかね、こんな感じの見た目の、こんな感じの見た目の、見た目こんな感じのやつなんだよね。確か、拾ったの。そこにね、この、これ、40グレネード弾を発射する武器みたいな、こう説明にね、書いてあったんですけどね。ないか。残念ながら、売ってしまったかもしれない。ごめんなさい。売っちゃったかもしれない。ごめん。まあまあ、でも、どうだろうね。これで一応全部武器は見た感じかな。売ってる。手に入る。普通、買える武器。買える武器はね。一個わからんのは、レーザー弾、通常のレーザー弾って何に使ってた？通常のレーザー弾使うやつなかったんじゃない？ねえ、ないよね、多分ね。通常のレーザー弾何使うんだろうね。これ、使うのがなかったような気がするな。これ電撃でしょ？で、なんだっけ、もう一個持ってた。あ、これか、トルネードが燃焼だったでしょ。あ、他のとこ一体あんのかな？ん？ちょっとわからんね。どうなんだろうね。どうなんでしょう。どうなんでしょうか。その辺ちょっと謎だね。まあでも、どうだろうね。使えそうなのは、ハンドキャノンは使えないな。これダメだね。あ、炎のキャノンボールなんか使えんの？そんなのあんの？迫力満点でも何でもないんだけど、パスっていうだけでさ。何の迫力もないんだけど。これね。何の迫力もない。まあ、弾飛んでくのは見えるけど。ね、弾速遅いね。炎のキャノンボールっていうのがあるんですね。作れんのかな、そんなの。炎。使えないわ。火炎放射器だ。プラズマガンの方が絶対強いでしょ。これね。あ、本当だ。交換範囲。コメントにありましたね。交換範囲15って書いてあるけど。本当にそんなに飛ぶの？飛ばないでしょ。15もないでしょ。あんの？ 15 だったらこの辺でも、あの辺まで届く計算になるけど。届かんでしょ。あ、届いてる。あ、ここに、階段には届く。階段には届くわ。え、だってさ、このプラズマオーガがさ、プラズマオーガじゃないか。火炎放射器か。火炎放射器も、あ、火炎放射器のが少ない。12だ。火炎放射器のが低いんだ。へぇー。どの辺で反応すんの？この辺だよ。この辺。絶対15もないでしょ。5でしょ。5じゃないこれ。多分。絶対15もないでしょ。ここでマスで見てみる。このマスで。これ今ここにいますね。1、2、3、4、5。6マス向こうは届く。6マスなら届く。ああ、6マスは届くみたい。どうやら。これ壊れないの？これ壊れないの？これ壊れないの？へぇー。まあ、6マスぐらいなら届く。まあまあ届くね、でもね、それだったらね。ちょっと待って。ここだったら、あ、ここは ?8、8マス。1、2、3、4、5、6、7、8マス向こうは。
届かない8マスだと届かないみたいよ、どうやら。あ、ガソリンなくなった。効果範囲15って言っても別に15マス15メートル飛ぶわけじゃないみたいで、ね、あ、やっぱここだ、ここの境目だね、この辺ですね。1,2,3,4,5,6、 やっぱ7マスぐらいだ。6マスか7マスぐらいまで近づかないとダメみたい、ね、これぐらい距離感、これぐらいだね。これぐらいの距離感ですね。うん、これぐらいの距離感みたい。ここに誰かいたんじゃない。ああ、これぐらいなら倒せるメラメラ言ってるけど、ずっとこれぐらいなら倒せるっぽいですね。これ拾えるんだっけ。拾ったら上がれなくなっちゃうけどね。よいしょ。あ、痛い。これ強いけど建物が壊れるね、これね。遅い300。これでもこのタンクつければいいんじゃないのね。え、小容量か大容量がいいね。タンクつければ、あの、あれにもプラズマオーガにも、私、あ、ばらしちゃった。プラズマオーガにもタンクつけましたけど、これでちょっと増えるね。450、あんま変わらんか。あんまり変わらんな。あんまり変わらんっちゃ変わらんね。うん。この遅さがちょっと、たまに傷ですね。あ、でも近づかないとうまく当たらない、うん、近づかないとうまく当たらないね。もう突っ込んでった方がいいぐらいの感じかな。こんだけ人がいっぱいいたらどうかな。あー、でも強いね。全然突撃できますね、普通に、ね、あ、強いわ強いわ、全然強い。うん、終わり？殲滅しちゃった？あ、殲滅しちゃったっぽいね。なるほどね。なるほど。もっとこれ品質、ね、コメントにもありましたけど、どうやって品質上げるんだろうね、これね。タイヤもらって帰ろうか。品質上げられたらいいのにね、もっとね。バシバシね。はい、ということで。じゃあ今回この辺にしときましょうか。32日目なんで、フェラルフォードはまだですけど、できればね、あの、クロスボウを集めて、この辺のやつだけやってないで、もこれだけね、心残りなんだよね、この辺のトークン。ベテランバンビの弓とかね。ちょっとできればね、あの、コンパウンドボウがいるんで、コンパウンドボウのレシピを探しに行きたいですね。クエストとかこなしながら。ということで、まあ、次回そこら辺をちょっと考えておきます。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川ちゃんでございました。またね。